エイジム -62 ウォールアイ国立アメリカ空軍博物館に展示されているエイジム -62 エイジム -62 ウォールアイはアメリカ合衆国のマーティン・マリエッタによって生産され、1960年代からアメリカ海軍などで使われたテレビジョン誘導滑空爆弾である。初めて実用化された対地精密誘導兵器でもある。名称の上では 空対地ミサイルとして分類されているが、推進装置は持たない。アメリカ軍のミサイルの定義が曖昧であるためであるが、ここでは当初の分類である空対地ミサイルとして分類する。ウォールアイは、細かな回収が繰り返され、湾岸戦争でも使われたが、空対地誘導兵器の主役の座は、エイジム -65 マーベリックや、各種誘導爆弾に譲っている。 ウォールアイが登場するまでの空対地誘導兵器は、エイジム -12 ブルパップであったが、ブルパップは発射後も航空機の登場員が主導で、ミサイルを目標に着弾するまで誘導しなければ、ならないという、大きな欠点があった。このため、アメリカ海軍では、発射後すぐさま航空機が離脱できる、いわゆるファイアフォーゲット能力を持つ精密、誘導兵器を欲していた。右翼パイロンに、 エイジム -62 を搭載した第136戦闘攻撃飛行隊の会 A-18C テレビ誘導爆弾のアイデアはカリフォルニア州チャイナレークの海軍兵器試験センターの電気グループの民間技術者間の議論から出てきた。その技術者のうちの一人、ノーマン K は趣味として自宅でテレビを作った。1958年に K は面白いことをすることができた。 アイコのスコープカメラを作って、プロジェクト仲間の技術者ウィリアム・エイチ・ウッドワースを呼び戻した。彼は、それに、映像の中に小さな起点を置く、小さな回路を作ることができること、そして、その起点を映像の中で動くものに追跡させることができることを思いついた。二人の技術者、ジャック・クロフォード、ジョージ・ルイス、ラリー・ブラウン。 スティーブ・ブルグラーほか数人が参加するは、そのアイデアをさらに研究することを決め、コンセプトを前進させるために、アメリカ海軍から若干の元手を手早く確保した。そのグループは、AIM-9、サイドワインダーソラ大空ミサイルのプロジェクトから若干の技術を採用し、またゼロから他の部品を開発し、ちょうど4年でウォールアイを開発した。 そのグループの他の革命的外発見としては、真空管がない世界初のソリッドステートビデオカメラと、初のゼロ入力インピーダンスアンプがあった。そのチームは、プロジェクトを順調にするため、そしてその進化を海軍に革新させるために、毎夜遅くまで、週末も働いた。ウッズワースは、一年の期間をとって、仕事から離れ、プロジェクトのためにさらに必要とされる。 若干の理論上の知識を得るために自費で大学院に通った。ラリー・ブラウンはアナログコンピューティング機器を用いて爆弾の飛行特性を分析するために疲れを知らずに働いた。ジャック・クロフォードは驚くべき物理現象に対する直感を持っており爆弾が製造される前にすらその飛行特性の多くを想像することができた。1963年1月に ヤマイナス 4B スカイホークのパイロットはチャイナレークで最初のオールアイを投下し、投下された爆弾は直撃を記録した。マーティンは1966年に最初のオールアイの生産契約を受け、翌年アメリカ海軍とアメリカ空軍の両軍で運用に入った。最初のオールアイアイは1100ポンドの成型作薬を搭載し、16回りの射程を持っていた。 1962年に陸海空軍統一の新しいミサイルロケットの命名規則が制定されたため、ウォールアイはエイジム -62 という正式名称を与えられた。設計番号こそ62と大きいが、初めて最初から新命名規則によって正式名称を定められたものが、実はウォールアイであった。1から61までの設計番号はそれまでに開発された。 ミサイルおよびロケットを解明および統一するために、すでに使われていた。しかし、推進装置を持たない、ウォールアイは結局ミサイルとはみなされず、爆弾として扱われることになったため最初に、割り当てられたエイジム -62A 以降のエイジム -62 シリーズの名称は存在しない。代わりに、マーク1から始まる、マーク番号およびその改善を示す。 モッド番号で呼ばれることになった。砂漠の嵐作戦で、エイジム -62 を搭載して、空母、サラトガを発艦する第81、戦闘攻撃飛行隊所属の会、A-18C オール I は、そのほとんどが高性能作薬弾頭を搭載していたが、一部は核弾頭を搭載していた。また、最小限の副次的損害で目標を、 攻撃するように設計されている精密誘導兵器の系譜の中で最初のものであった。この誘導爆弾には推進システムがなかったが、目標までの滑空中にテレビジョン誘導装置によって飛行を制御することができた。パイロットが目標に向かって降下した際に爆弾の先端にあるテレビカメラは目標の映像を捉え、コックピットのモニターに送る。パイロットは モニターの画像をもとに照準点を示して、ウォールアイを投下し、その後は、ウォールアイが単独で指定の目標の方へ、滑空し続ける。ウォールアイは、ファイアーフォーゲットシステムであり、登壇後、航空機は、照準点に直ちに背を向けることができた。ウォールアイは、四つの大きなフィンによって、飛行を制御した。後のバージョンでは、パイロットが、登壇後ウォールアイに滑空を続けさせ、 滑空中に照準点を変えることさえできるデータリンクを使用した。1967年5月までにアメリカ海軍のパイロットはベトナム戦争でいくつかのウォールアイを投下し大成功を収めた。1967年5月19日に空母ボノム・リシャールから飛び立ったアメリカ海軍機はウォールアイを用いてハノイ発電所に対して直撃を記録した。 その2日後に海軍はウォールアイで再びそのプラントを攻撃し、ハノイの主要な電力源を遮断した。発電所のような脆弱な目標はウォールアイに極めて弱いと分かったが、北ベトナムのしっかりした作りの鉄道橋のような頑強な目標は1100ポンドの兵器でさえ破壊することができなかった。年のハノイのタンホア橋に対するウォールアイによる直撃でも、 この強固な構造で、名高いスパン一つさえ落とすことができなかった。ノックでのテスト中にウォールアイ2を投下する A-6E イントルーダーこの大きな不足を修正するために、チャイナレイク海軍兵器センターでは、ウォールアイの2000ポンドのバージョンを開発して、ベトナムに配備し、ハノイとハイフォンに対するリチャード・ニクソン大統領のラインバッカー作戦に間に合わせた。この新しいウォールアイ2は、 データリンクを持ち、発射点から45ナノメートルまでの目標に命中することができた。1972年4月27日に8機の空軍戦闘機を搭載し、2機はウォールアイ2を搭載の編隊がタ単歩ア橋を攻撃した。雲に覆われていたためレーザー誘導爆弾は投下できなかったが、ウォールアイのうち5発は目標を捉え、 スパンを落とすことはできなかったにせよ橋に重大な損害を引き起こした。5月13日にアメリカ空軍は3000ポンドと2000ポンドのレーザー誘導爆弾でついに橋を落とした。しかしながらベトナム人はすぐに橋を修繕しアメリカ海軍と空軍はさらに13回に及ぶミッションを強いられた。10月23日の同様の任務で空母 アメリカから発艦した4機の A-7、コルセア2は、ウォールアイ2と2000ポンドの通常を爆弾の組み合わせで、橋を破壊した。ウォールアイは、ベトナム戦争中に、アメリカ軍によって使用された精密誘導兵器のうち6%未満であったが、この兵装システムは適正な状況の下で優れた結果を成し遂げることができた。海軍は、最も重要かつ破壊するのが、 最も難しかった目標に対して、しばしば、ウォールアイを使った。ベトナム戦争後、アメリカ海軍は、湾岸戦争を通して、アップグレード版、ウォールアイを使用し続けた。前述のように、ウォールアイは、ミサイルとして扱われなかったため、エイジム -62A 以降のシリーズ記号を持つ、名称はないが、実に、多くの種類があり、判明しているだけでも数十種類にも及ぶ。 大きく分類すると次の通りになる。ウォールアイアイ最初のウォールアイアイはマーク1と呼ばれ3 7 4ラムの高性能作薬弾頭を搭載していた。マーク2はマーク1の訓練用イナート弾である。マーク3は滑空距離を延長されたウォールアイアイ ER であり、MK1 よりもやや大きな翼を持っていた。マーク4もイナート弾であるが、 滑空時の飛行経路解析のために弾頭についているテレビカメラの映像を記録するビデオレコーダーを持っていた。なお、ウォールアイアイという通称はウォールアイツーが登場した後で便宜的につけられたものであり、当初はウォールアイとだけ呼ばれていた。初言ホワイトサンズミサイル支社長博物館にある A-7 と A ジム -62 ウォールアイツーはより大規模な目標。 または頑強な目標を破壊するために 900kg の MK87 線系成型作薬弾頭を搭載したものであり、最初のものは Mark5 と呼ばれた。MK5 は1973年に作戦運用評価が実施され、1974年1月にアメリカ海軍で運用が開始された。Mark6 は AIM-26B ファルコンに、 搭載されていた W54 核弾頭をリファインした W72 核弾頭を搭載していたが、W72 核弾頭は1979年に取り外されている。初言 Wall-Eye-I2 アードルは、それまでの w ォール e y に双方向データ、リンク機能を備えたものである。最初のアードルの w ォール e y e i がマーク21、w ォール e y e 2がマーク23と呼ばれた。 アードルの訓練団はマーク27であり、もっと0、1、2がウォールアイアイ型、もっと3、4、5がウォールアイ2型であった。それまでのウォールアイはテレビ誘導という誘導方法の性質上、雲などで視界を妨げられて目標をカメラに捉えることができない場合、また夜間で目標が闇に紛れていて目標以外のものと区別がつかない場合、 目標をロックできないという欠点があった。雲による視界不良を避けるためには高度を下げて雲の下に出る必要があったが、ウォールアイの射程は滑空爆弾であるが故に航空機の高度に左右されるため、高度を下げると目標への接近を余儀なくされる。つまり、高度を下げるということはすなわち航空機が敵防空母の危険にさらされることを意味する。このため、ウォールアイは 昼間の好天条件下でしかその進化を発揮することができなかった。ウォールアイのデータリンクはこの問題を解決するために考案されたものであり、目標が見えていなくても、ロックオンしていなくても高高度から長射程で登壇可能である。登壇後に滑空中のウォールアイのカメラが捉えた目標をデータリンクで転送し、それをパイロットがモニターする。目標が見えた時にロックし、 同様に、データリンクで、ウォールアイに目標を指示するというものである。原理はかなり違うが、今で言うロールの走りである。航空機側のデータリンクには、アン、o マイナス9データリンクポットを用いる。ただ、データリンクポットの数には、限りがあったため、すべての攻撃機が装備するというわけにはいかず、変態のうちの1機だけがポットを装備し、他の航空機が登壇した。 ウォールアイとリンクして誘導することもよくあった。ウォールアイアイ2アードル DPSK はデータリンク装置を改善したものである。最初のウォールアイアイアードル DPSK がマーク29、ウォールアイ2アードル DPSK がマーク30と呼ばれた。DPSK はデジタルフェーズシフトキーイングの略であるが、詳細は不明である。おそらく電波障害や、 妨害電波に対する抵抗力を持たせるためのものと考えられている。また、データリンクを装備している回 A-18 のためにマーク38という特別な訓練弾も作られた。ミサイルインデックス他に、これに該当する例としては A ジム -154JS があり、必ずしも昔だったから定義が曖昧だったとも言い切れない ABCDE ジョンダレルシャーウッド。 ニクソン、エストライデント、ネーバルパワーインサウスイーストアジア、1968-1972。ありがとうございます。